こんにちは、浜田ジェイス、よろしくお願いします。いきなり入りました。はい、改めてゲストの紹介をしたいと思います。関口アナングです。よろしくお願いします。関口アナングです。おつくろに出るのは今回が初めてですね。なんだかこんな、何でしたっけ、頭の形でしたっけ、今回の公演の名前は。口の割りにマリボーつじゃってあ、もうヒゲです。っていうのをですね、この、何ですか、この2日間でずっとやってるんですけど、とっても、はい、続きまして、ゆうちゃんまさみんさんです。よお兄ちゃん、お兄ちゃん、いや、お兄ちゃん、なんかもう兄弟という役が決まってるらしいの。今日、奥田英二さんとね、この共演できます。よろしくお願いします。いえ、どうも、奥田です。ということでね、本書く前にもすでに、はい、役なんか決まっちゃいました、ね、兄弟ということで決まってるということで、まあ、江差町に来てね、昨日撮影させていただきまして、日本じゃないようなところで撮らせていただきましたので、はい、ちょっと楽しみにしておいていただきたいなと思いますけど、はい、よろしくお願いします。僕もゴツプロ初参戦なんで、ようやくご一緒できる、まあ、嬉しくて、楽しみがいっぱいですけれども、いろいろちょっとこれから話していきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして石川よしさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕はですね、よしさんと僕が初めて福屋に参加した時に共演してさせていただいて、それ以来そうですね、共演になりますが、どうですか、お芝居ってお久しぶりです。そうです、この舞台は3年ぶりぐらいですね。3年前に舞台、はい、3年前です。でも浜ラジ僕一回出してもらってるんですよ、はい、浜ラジ一回、キャバレー前半の方、キャバレーの男たち、キャバレーの男たちにね、で稽古場でみんな酔っ払ってて、そうこれで一生懸命2人でいすごいいい話したでしょ。そうで邪魔するんですよ、邪魔していろんな人が通ってシャッターしちゃうんで、それをやったわけですもんね。そうなんです。何がおい、またやめてくれよ、もうやめてくれよ、不愉快だよ、もう真面目なツッコミ、すごい真面目なツッコミですから不愉快だよ、ね、ということで今回ですね、この3名様をゲストに招いてゴスプロ狭間の轍、やっていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。締めないです。まず、なんていうんですかね、じゃあ吉野さんから、はい、改めてゴスプロのなんか印象っていうか、こうどうですかね、外から見てたのと、今回は初めて参加するんですよ。いや、羨ましいくらいかっこいいですよね。撮影してても、今日俺感動しちゃったのは、ちょっとこう、薄曇りっていうか、はい、海の、ね、丸い地平、水平線、はい、そこにゴスプロが7人ね、あれ良かったですね、並んだ時に、なんで俺たち呼ばれたんだろうってあれで十分いい形ですよね。すごいかっこよかったですよ。後ろ向き、すごいかっこよかったです。羨ましいですよ ね、ああいうなんか今時ないでしょ。だってないです。でもかっこよかったですよ、お二人も。いや、ありがとうございます。お二人、お二人も、いや、お前は入ってます。入ってます。アナン君の心のポキポキ音がするね。いじられて、もうなんか素晴らしい。でも若いのに頑張ってする。でも楽しくやってるもんね。楽しくやってますよ、もう。ヤンキーの、ね、集団の中で、ね。ああ、わかるな。やってますよ、一生懸命ね。このヤンキーの集団の中と。アナンはさ、こう福屋で一緒にこう2回今日みんなと共演して。3回ね、3回。ちゃんと間違えない。3回やって、まあ、海さんとか大輔とか、はい、まあ、チップとか一緒やって。はい、まあ他のみんなも、あ、そっか、みんなやってるんで、みんなやってて、1回はやってるんで、みんなやってます。俺はなべちゃんと友近だけしかやってないね。2人だけ。俺大輔と共演してんの、やってない、共演してない、違うぐらいやっちゃってます。何アナが空気屋とゴスプロのこうなんか違いとかって、なんかまあメンバーはあんまり変わんないけど、なんかあったりするの。いや、違いっていうか、でもまあやっぱ男集団の気迫みたいなのがやっぱあるなっていうのはすごい感じますね、僕。ゴスプロの方が。ゴスプロの、もう。男、女いねえんだからさ。そうですよ。バカ野郎。バカ野郎。いやいやいや、エミさんはもうその、なんかいるじゃないですか、絶対的
この天井日みたいなところにいるじゃないですか。でそこにこうね、あの男ゴリゴリのゴリゴリのロマンスグレーの武闘派の人たちがいるわけですよ。でなんかその気概というかマッチョな感じはこうねすごいありますね。いつも感じてますね。うるさいなと思いますよく。うるさいな本当に。いいや。いいね。うるさいな。もう一回どう思ってる。うるさいな。移動中とかも、移動中とかなんか撮影の待ってる時とかなんかうるさいですよね。よくそんな盛り上がるねっていうぐらいに。それはね、朝飯の時に8時20分ぐらいからマックスうるさかった。マジなんだ、うん、はい、そういうなんか、まあ、そういう活力のあるなんかね、こうイメージですね、僕らは。ルチアさんはこう、まあ、ずっと見ていただいてて、今回オファーをして、どんな印象ですか、おふくろの印象だったりとか、出ることに対して。出ることに対しては、まあ、本当嬉しいの。一言で、うん、あと、まあ、楽しみすごいあるね、うん、一緒に、まあ、一緒に舞台立ってなくて、見てはいたので、今回一緒にできるというのすごい本当に楽しみです、うん、で、あとやっぱここ、北海道の江差町なので、はい、漁港を、はい、ここにだって十数人が全部来ちゃうっていう、これやっぱごちそうパワーはすごいなと、こういろんなことを巻き込んでいく、ご縁ができていくっていうのを、まあ実感してますね。前こう見てて、なんでそうやってできてくるのかなと思ったけども、うん、まあでもあれですよね、それこそ役が決まってかけてあんな感じですかね。そうだね、分かって役の決まり方も分かったから多分9割方も決めてるけど ね役の名字まで決まって名字まで下の名前まだあれはいやもうだあれ決まっちゃったんですよ。ゲンとスミオですよ。で今回は狭間の技で我々で今民謡を、うん、伊藤武雄さんとに教えていただいてて贅沢ですよね、はい、本当に。で吉尾さんです。そうです、ね、なんですか歌を多分きっと分かんないですけど吉尾さんが歌っていくわけなんですね。でここに来て昨日もあの生の優しい追い分けを僕ら聞かせていただいて、うんうん、まあ、はっきり言ってねどんどん自信をなくしていくよ。いや本当にね正直に言ってねやっぱりすごいですよね。すごかった。民謡のもう本当にすごい。あれ難しいんですかね。もういやもう難しいもんなんだって体にないもん。でねあそこの江差市の役場、はい、あったじゃないですか、はい、でねもうあの昨日ここに着いてからずっとあそこにあのお土産売り場に江差市追い分けの CD が6種類ぐらい並んだ。でどれ買おうかなと思ってでずっと帰りに絶対買って帰ろうと思ってこれ で最後は江差追分の正しい歌い方っていう CD があったでやっぱこれしかないなと思ってよし今日この、松村さんの話聞いてで帰り買おうと思ったら、はい、松村さんがあんまりきっちりした江差追分じゃなくてねあの魂のこもった江差追分をぼあの私は歌ってほしいんだよって言ったじゃないですか、はい、すっかり顔気なきゃ絶対買おうと思ったのにもう手ぶらですわ買ってないよ買ってないよドキドキしちゃってで買わない方がいいんじゃないかと思ってちょっと YouTube でね、はい、もう一回で、まあ、勉強したい結局さ勉強する勉強する、ね、いやでもあの本当真面目に民謡ってやっぱりあのこの年で出会えてよかったですね、うん、あの改めてそうですね、うん、でこの町に来てこの空気を感じてさらになんか本当にそうですね、うん、本当に素晴らしい。ここで全国大会、まあ、世界大会だよね本当ね。そう、こんな悪くないそうですね、うん、さあということでですね、うん、お時間もやってまいりましたので、ね、そうだよ早いなそうだったすごく切り方もう自分の塩梅だ自分のいや、見て笑ってんだよ。なんで俺の前でいいでしょ。いや、いいですよ。だって何ラジだっけ。ハマラジ。ハマラジだもんだ。ハマラジ。ハマラジだ。うん。はい。ということでですね、来年1月本田劇場、そして2月、大阪と台湾公演やります。狭間の和立ち、
よろしくお願いします。よろしくお願いします。エサシ町にてお届けしました。浜田でした。横より。お疲れ様でした。